もうマジでこれ、レフ板っていうこの下から光を当てるやつが欲しいの。まあ、下から光っていうか、あの光を下から反射させて、この下から光入れるみたいな。見てて、違いね。まず何もしてない状態。でもこれ白いので、この光を反射させると、こんなに明るくなるんです。皆様、明けましておめでとうございます。ももかチャンネルのももかです。皆さん前回の動画見ていただけたでしょうか。毎年恒例元旦ルーティーンということで、朝一日ね、起きてから寝るまで撮ったんですけども、今回その元旦ルーティーンの中でもちょっとね、福袋を買いに、今お洋服とかお買い物をしに行ったんですけど、その時にね、ゲットしたものたちを紹介したいと思います。ということで、冬休みも残りわずかですけども、一日一日大切に過ごしたいと思います。それでは行ってみよう。はい、ということで、まず今回ね、あの毎年恒例で福袋をね、買って紹介したかったんですけど、ぶっちゃけね、ここ最近福袋のね、中身がいまいちだった結果が多かったので、福袋の醍醐味って、え、こんな何万円のやつが入ってたって、そういうのがね、楽しいっていうイメージなんですけど、最近の福袋ね、その福袋のために作られた商品がぶち込まれてがちで、だからね、なんか値札ついてなかったりとか、調べてもどこにも載ってないとか、そういうお得感ね、ないんですよね。ということで、今回ね、なんかいい福袋があったら買おうと思っていたんですが、まあ、最悪ディズニーストアの福袋だけはゲットしたいなということで、元旦からららぽーと行ってきたんですけど、出るのがちょっとね、30分ぐらい遅れてしまって、なんと舐めてました。ディズニーストアの福袋、すべて売り切れでした。なんかね、ディズニーストアの福袋は毎年、あの、最後の方に回しても、ちゃんと残ってるみたいなイメージだったから、あのね、余裕ぶっこいてたんですけど、普通になくなってました。ということで、福袋は最後にね、ちょっとした福袋ゲットしたので、そちらだけ紹介するんですけど、あとはお正月セールみたいな感じで、お洋服ね、いろいろ選んできたので、紹介していきたいと思います。まずはこちら、バーン。ヘザーでございます。ヘザーとかそういう結構これ可愛い感じのイメージのお洋服屋さんじゃないですか。だからね、あんま私今までね、その結構頻繁に入るっていうわけでもなかったんですけど、ちょっと今年のヘザーさんの服可愛すぎて、ガーリーっぽい感じのコーデなんですけど、もうね、なんか TikTok とかでも流れてくるの、今年のヘザーはこんな感じとか、マジ可愛くてつい入ってしまったら、もう可愛いのありました。紹介します。ヘザーでは2点買ったんですけど、まずこれね、こちらはあの重ね着用のやつで、レースのタンクトップですね。これはもう一生使えるっていうか、いつでも使えるやつで、私ね、こういう、何 ?V 字の形の服の下にこれを重ね着すると、このレースだけ見えていい感じだよ、みたいなやつなんですけど、これね、持ってたんですけど、なんかね、多分確かめちゃめちゃなんていうの、チャチいやつをずっと着てて、なんか構造がおかしいっていうか、ここがこう折りたたまれてるみたいなので、どう頑張っても綺麗に見えなかったんですよ。なんですけど、ちゃんと買おうと思ってね、買いました。じゃーん。めっちゃ可愛いの。若干このクリームっぽい感じの色かな。後ろこんな感じ。はい、こちらはちょっとね、あの、すいません。あの、普通にセールとかなってなくて2750円でした。これは別にあの、お正月とか関係なく、あの、普通に欲しかったから選びました。次。はい、ここからですね、ハイセール。はい、じゃーん。はい、こちらヘザーの、こちらシャギ袖フレアニット。はい、これマジ可愛くない？この毛足長い系ね。めっちゃシンプルなんですけど、これね、店員さんが着てて、めちゃめちゃ可愛くてね、選んでみました。で、もう一個ね、同じような感じで、逆にこの前がボタンで丈短いタイプもあったんですけど、シンプルなタイプね、すごいいいなと思って、はい、選びました。でもね、この時期冬とかはね、あの、上着とか着たりするので、結構シンプルめがいいかなって感じで、はい、グレーな感じ。毛足長めのタイプですね。こちら、サイズフリーサイズでお値段が、6050円が 30% オフになっていました。ちょっとこちら着てみたいと思います。せーの。はい、ということで着てみたら、こんな感じ。めっちゃ可愛くない？結構ぴったりした感じで、丈はこんな感じで短めになってまーす。じゃーん。で、袖の部分が若干広くなっててね、めっちゃ可愛いです。はい、後ろこんな。首こんな感じ。超可愛い。最高です。はい。形可愛い。次。続きましては、こちら。フリークスストアでーす。こちら去年福袋をね、ゲットしたお店ですね。ここはね、あの、もちろん福袋売り切れかと思いきや、最後一袋だけ残ってたんですけど、確かメンズとかだったんですね。メンズでしたね。で、ここで2着、ママのとうちのでゲットしたんですけど、まずマミーのが、まあ、マミーのは、あの、私も一緒に着れるということで、兼用ですね。
まずこちらじゃーん。こちらはダメージ風のトレーナーでございます。可愛いなんか馬が印刷されてて、ここら辺がちょっとなんかチッチッチッってダメージが入ってます。首の部分も、はい、後ろこんな感じ。こちらお値段が 40% オフになって3800円でした。ちょっとこちら着てみたいと思います。せーの、はい、ということで着てみたらこんな感じ。可愛いじゃん、形も可愛いし、首がしっかり分厚くなってるのはいいですね。なんかたるんだるんならなそうな感じ。ということで続きましてなんですけど、次はこちら、じゃーん、もう超可愛くない？はい、こちら毛足長めのピンクのカーディガンでございます。こちらも 40% オフで4080円になってました。でこれ一個ね、運命的なお話がありまして、前にこのフリークストアに行った時にこのカーディガンを見てね、もうめっちゃ買うか悩んだんですよ。もう超悩んで、あ、もうやっぱもう意外といいのやするしやめようと思って、諦めて、なんと今回お正月セールでいました。もうこれはもう神様がももかちゃんの手、ももかちゃんの元へって言ってるのも同然なので嬉しいなと思いました。これもう一個ね、ブルーの色もあったんですけど、めっちゃ可愛くて迷ったんですけど、やっぱピンク可愛いなということでこちらにしました。着てみます、せーの、はい、ということで着てみたらこんな感じ。もう超可愛い、やばくないじゃーん。結構オーバーサイズでダボっと着る感じ。腕ももっこもこですね。あったかい、ポケットもある感じ。でもこういうニットのねポケットってさ、右にだけさスマホとか入れたらこうなるのちょっとやだよ、はい、念願のピンクカーディガンちゃんとの奇跡的な巡り合いでした。次、続きましてこちら、レトロガールでございます。こちらもちょっとなんかガーリーめな感じのお店なんですけど、ちょっと私冬になるとちょっと可愛い感じのコーデ着たくなっちゃう人間で、可愛すぎたので選んじゃいました。レトロガールさんとかもあんまね、私お買い物あんましないよ。ほんとレトロガール人やばかった、マジで一番やばかったもん。なんか一回試着したんですよ、このスカート買ったんですけど、スカート試着して、試着室から出た時も人やばすぎて、もう芋洗い状態でした。スカートがこちらじゃーん。マジで可愛い、本当に。ベルト付きプリーツミニスカート。こちらフリーサイズでお値段が3190円です。で、レトロガールさんは、この2点買ったら、その安い方が半額になるっていう感じのね、セールをやっておりまして、こっちのスカートが半額になりましたね。でね、もうちょうど私がお会計並んでる時に、もう、1時頃からタイムセールを始めまーすって言い出してて、若干ね、レジら辺にいる時に、言われると若干ちょっと損した気持ちになる気もしたんですけど、まあ、言うてね、そんなバーンって差はないと思うので、はい、買いました。このスカート試着したんですよ。だから意外とさ、最近こういうスカートめっちゃ丈やたら短いやんとかさ、こんなの履けるわけねえやんっていう丈とかあるじゃないですか。これパッと見結構なんか短そうに感じたので試着したんですけど、意外と平気だったということで選びました。かわいいのよ、形がね、これ形がマジでかわいいの。ここはここのさ、何この線、ここ全部がプリーツじゃなくて、ここまでがこっからプリーツっていうデザインが大好き。で、ちゃんと中もズボンになってます。最高。ちょっと履いてみますね。せーの。はい、ということで履いてみたらこんな感じ。じゃーん。形めちゃめちゃ可愛くない？こんな感じね。で、若干ここのちょっと折り目がちょっと乱れちゃってるんで、また後でアイロンかけなきゃなんですけど。こんな感じ。形めちゃくちゃ可愛いです。じゃーん。大当たり。続きましてはこちら、じゃーん。マジで可愛い、これダブルジップケーブルニットグレーでフリーサイズで、こちらお値段が3190円です。で、これもう一個ね、似たようなグレーのね、同じようなニットで、逆にここがジップじゃなくって、ボタンのバージョンもあったんですけど、こうジップバージョン可愛くて、で、こっちのデザインがね、この袖が結構広く丸っこくなってるのも可愛くて選びました。はい、ワンポイントのロゴも可愛い、襟付きなのも可愛い。きます、せーの、はい、ということで着てみたらこんな感じ。めっちゃ可愛い、やばい、見て、じゃーん。で、スカートと合わせるとこんな感じね。意外とスカートと合わせるとほんとガーリーっぽくなりますね。うちはでもどっちかというとスカート、これとスカートだと結構甘々しくなっちゃうから、これにちょっとデニムとかでなんかちょっとお姉さん系みたいな感じにしたいなと思っております。しかもこれジップアップなんだけど、上も下も両方開けれるタイプです。だから流行りのこうやって下だけ開けるスタイルで着ることもできます。最後、福袋一つだけちょっと何か買いたくて選びました。こちら見た目からは全く想像のつかない、なんとマザー牧場さんの福袋でございます。
こちらお値段1500円でした。なんと中身がですね4620円相当ということで、だいぶお得となっております。では中見ていきます。まずじゃーん、ああわー、好きなやつ、ホワイトバターミルク。ちなみに福袋の中身はもう全部一緒なので、中身分かってる状態で買っております。これあれだ、あのいちごのあのサクサクの飴だねのミルクバージョン、ホワイトバターしよう、絶対美味しいやつ。せっかくだからちょっと食べてみよう。いちごとはちょっと違う感じの、こんな感じの袋に入ってる。うわ大好き、これ美味しいのよね。もう形はほんと一緒ですね。いただきます。うわうまっ、ミルキー、ミルキー、ミルキーの味、うん、もう最高。うん、美味しい。このサクサクがいいのよね、マジでうまい。ミルク系の飴が一番うまい説で、続きましては、じゃーん、こちらもまた食べ物ですね。レアチーズケーキー。こちら4個入りかな ?4 個セットですね。お!かわいい!なんかこんな感じ。で、スプーンもついてます。2階建てになってんだ。かわいい。これが4つ入ってます。これせっかくだから食べてみよう。超気になる。このスプーンもなんかいいね。おぉ!めっちゃチーズ。これね、マザー牧場だからガチミルクだよね。絶対美味しいやつ。プリンみたい。めっちゃ柔らかい。ん?え、なんか思ってたのと違う。なんか一瞬ピルクルな味がする。なんか意外とさっぱりしてる感じだね。もっとなんか重い感じかと思ったらさっぱり。うん、美味しい美味しい美味しい。それでこれなんとびっくりだったんですけど、これを買う時に一緒にいちごのソフトクリームをねレジで買ったんですよ、別でね。そしたらお姉さん、店員さんのお姉さんが、この中に入っているチケット使いますか?って言ってくれて、え、そんなのあるんですかって言ったら、はい、こちらのチケット使ったらソフトクリーム無料になりますみたいな。え、逆にそれ今使っちゃっていいんですかみたいな感じだったんですけど、無事使うことができてですね、ソフトクリーム無料でもらえちゃいました。なんと優しい。そしてそこでお姉さんが聞いてくれるっていうのもなんて優しい。なので確かソフトクリーム500円ぐらいしたので、もうすでに1500円のうち500円は元取ってるんですよ。ということで最後こちら大目玉商品、こちらパーンパパーン、なんとマザー牧場の入場券が2枚入っております。入場ご招待券、こちら期限が3月末までということで、意外と期限がね、あの近いのでご注意くださいとのことです。普通にマザー牧場のチケット大人1人1500円なので2枚で3000円ということで、だいぶお得な福袋となっていると思います。ちなみに我が家マザー牧場は丸麦、犬を連れて2回くらい行ったんですけど、また久々に行きたいなってちょうど思っていたので、こちらを使っていきたいと思います。チャンネル登録してね。はい、ということで今回はお正月企画ということで、私ももかがお年玉でお買い物ということで、お正月のセールでお買い物してきたものを紹介しました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、高校生にもなって、なんかそもそも今回この福袋を買わなかったお正月っていうのが初めてなんですけど、なんか意外とね、あの福袋っていうよりかは自分でこのセールの中でこの服を選ぶっていうのが楽しいかなっていう年頃になってましたね。また来年ね、もしかしたら気になる福袋があるかもしれないので、その時にはねゲットして紹介したいと思います。ということで、ぜひお買い物の参考になったら嬉しいです。それでは皆さん、バイバーイ。セール大好き。